師匠、折り入ってご相談したいことが。何よ、もったいぶっちゃって気持ち悪い。言いたいことがあるならはっきり言いなさい。せっかく雰囲気出してみたのに。ですね、なるほど、推薦状ね。確かに公認錬金術師の私にならかけるわね。でも書けるのと実際に書くのとは別問題。いくらでしても無条件じゃ渡せないわ。そんな、師匠、推薦状くれないんですか？そんなことは言ってないでしょ。ただでは書かないって言っただけよ。推薦状を書いて欲しければ、師匠である私にあなたたちの成長を見せてみなさい。成長を見せる？あ、背ならちょびっと伸びましたよ。なんですって。羨ましい。じゃなくて、錬金術の成長に決まってるでしょ。ですよね。でも成長を見せるって言っても、ああ、そこは大丈夫よ。私が言う課題をこなしてくれればいいわ。課題を無事に終わらせたら、成長を認めて推薦状を書いてあげる。わかりました。覚悟してくださいよ、師匠。あたしたちの成長、嫌というほど見せてあげます。そうかしらね。それじゃあ早速、最初の課題よ。中和剤を私に持ってきなさい。それもとにかく大量に、手で持ちきれないくらい。え、そんなにですか？ええ、そんなによ。それじゃ頑張ってみせなさい。
私たち、フィリスさんにお願いがあるんですけど。ん？お願い？いいよ、私に何でも言ってみなさい。水仙城か。昔を思い出しちゃうな。わかった、推薦状のことなら私に任せてよ。お、さすがフィリスさん、そう言ってくれると思ってました。そうでしょう。それじゃあ戦おうか。私と戦おうか。私に勝てば推薦状を書いてあげる。フィリスさん、私たちが欲しいの錬金術の推薦状ですよ。別に大陸一の術使いになりたいとか最強を目指したいとかそんなわけじゃないんですよ。わかってるよ。戦う力も錬金術師には必要なの。現に公認試験の時も実技があったんだから。試験って思ってたより血生臭いんですね。まあ今思えば試験官の人の趣味だったような気もするけど。シンプルで分かりやすいでしょ。私に勝てば推薦状をゲット。これでどう？分かりました。遠慮なく倒しちゃいますからね、フィリスさん。望むところだよ。私だってそう簡単に負けたりしないんだから。じゃあ準備ができたら私に伝えてね。クックック、しっかり備えるのが身のためだよ。なるほど、推薦状ですか。ソフィーも推薦状を書く立場になったのですね。
昔は後任の錬金術師が見つからず、あちこち探し回ったものですが。そうだったね。集めるのに結構時間かかったっけ。まあとにかく推薦状、私でよければ書いてあげるよ。やったー、ありがとうございます。それじゃあ早速。ちょっと待った、その前に推薦するに足りるかテストさせてもらうね。二人の力が十分なのは分かってるんだけど、一応決まりというか慣例みたいだから。何もしないで推薦状をもらえるはずないですよね。わかりました、どんな難題でもこなしてみせます。うん、その息だよ。じゃあまずはよし、二人とも錬金術に大事なことって知ってるよね。調合の腕前も必要だけど、それに加えて。はい、発想力ですよね。ええ、その通り。錬金術で重要なのは発想する力。だから最初は二人の発想力を確かめたいんだ。というわけでレシピ帳を見せてほしいんだけど。え、レシピ帳ですか？整理してないからごちゃごちゃしてるかも。あらら、じゃあ準備ができたら話しかけてね。私はここで待ってるからさ。